シンガポールの皆さん、真夏の方程式、監督の、西谷博史です。まず皆さんが、日本人をですね、どう日頃感じられているかというのはとても、興味深く思っています。なので、今回の映画を通してですね、サスペンス、謎解き、家族愛はもとよりですね、日本や日本人の感性を、も楽しんでいただければと思っています。そして、もう一つテーマでもあります、人類と自然との共生ですが、これは国を問わず、地球人として、どう未来と、接していくのかを、考えて、いければと思っています。真夏の方程式、ぜひ、劇場に、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。岩場で死体が見つかったんだって。でもありえないんだよね。ありえない、聞き捨てならないな。こちらのお客さんが亡くなられましたよね。知りません、そんな人。あの家族は全員が秘密を抱えている。来なくていい。悲しき謎に答えはあるのか。真夏の方程式。